7月15日、金曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県の茨城竜太知事は15日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの新規感染者が急増している状況を踏まえ、県内は流行第7波に入ったとの認識を示しました。県境をまたぐ移動や飲食店の営業に関する行動制限は今は考えていないとする一方、県民に向けて、 基本的な感染対策の徹底を求める緊急メッセージを発表しました。スーパー経営の天満屋ストアは15日、弁当製造販売の三好の本店を子会社化すると発表しました。29日付で全株式を取得します。駅弁などで知られる三好の本店のブランド力と製造技術を活かし、事業拡大につなげます。 岡山市水道局は26日、明治期の建物で耐震工事に伴い長期休館していた、美濃浄水場内の市水道記念館を2年ぶりにオープンします。展示はデジタルコンテンツを活用した内容に刷新し、幅広い世代が水の大切さや水道事業を楽しく学べる施設に生まれ変わります。展示室は、水の旅、水道の歴史探検、そして、 飲み水の起源探索の3つのエリアで構成します。続いて天気予報です。7月16日、岡山県南部は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。最低気温は24度、最高気温は30度でしょう。岡山県北部は曇り、時々雨、 ところにより、昼過ぎから夕方、雷を伴い、激しく降るでしょう。最低気温は22度、最高気温は29度でしょう。降水確率は、岡山県南部、北部ともに午前40%、午後50%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。